今回は筋トレの基本についてお話しさせていただきます。ちょうどですね、補助を使ったスクワットを二人でやってもらって、えー、動画が撮れたんでですね、それを使って説明したいと思います。昔はこういうふうなトレーニングばっかりだったんですけどね、左が今110ぐらいで、彼は時給系だから結構回数やれるんですよね。右は150ぐらいですか一発勝負って感じですね。彼は側近型だからやはりこう出し切る感じがしますよね。それに高校から 野球部でスクワットやってたからやっぱスクワット慣れてますよね。だから力を出し切れる感じで、えー、左の方今からやりますけど、補助はついたら何発もできてしまうんですね。これは悪いわけじゃなくて、持久系の人だからですね、こういうふうにできるわけですね。本当は出し切った方がいいんですけども、まあ持久系の人っていうのはこういうふうに粘れるっていう特徴がありますよね。 右側、今から入りますけど、側近型の場合は160長戦で、これは潰れるかもしれませんけど、出し切ることができるからですね、これ高校からやってるっていう特徴もありますよね。慣れというか、スクワットをやれる体力ですね。で潰れてしまいましたけど、左の方はこれ、フックを下げてないからですね、この辺も慣れてないとこですね。だから重量やるときはやっぱり、フックちゃんと下げとかないといけないっていう、まあ、慣れてなくてもね、こういう一生懸命やる姿勢っていうのは大事かもしれませんけど、最近の若い、 ボディービルダーっていうのはすごい足が大きい人がいるからですね高校ぐらいからこういうふうなスクワットやった時はすごくよくなりますねスクワットに対して拒絶反応がないからですねやっぱ高校生っていうのは洗脳しやすいからスクワットやれって言ったらやりますよねえ右のに今170やっていますけどちょっと下げていいよって言って補助が入ればですねできますからですねこういうふうに重さになれるっていうのが重量を伸ばす方法ですけどもこれ筋肥大トレーニングとはまた別ですからね重量上げたい人はこういうふうにやればいいわけですねえ左の 人は今からやってますけどもこういうふうに粘れますよね、えー、今から、えー、マックスが終わって落としていくピラミッド法でですねこの辺から追い込むんですけども追い込み方って本当に2人違うからですね、まあ、スクワットに対する慣れもあるんですけどね今潰れましたからこうやって補助に入ってそこから何発もできてしまうんですよねそれは悪いことかいいことが微妙なんですけども持久系だからですね右の 人の方がやっぱり下まで下がってしっかりね、フォームがいいからですね。まあ、体型的にもスクワットに向いてますからね。どちらが緊張するかっていうのはまた話は別ですからね。結局私が言ってるのは、潰れて追い込むことが大事ですからね。どこまで追い込んだかっていうのは本人にしか分からないから、まあ、慣れた人が見ればある程度追い込んでるのは分かりますからね。まあ、あとは気持ちの問題ですから。私が言う聞かせるトレーニングっていうのは結局潰れてからどれくらい追い込むかっていうことですね。 最近トレーニングのことを説明するとき言うんですけども、側筋しか肥大してないから、とにかく興奮しないといけないっていうことですね。危機的な状況になってどこまで追い込むかっていうことですね。今右の人は軽々やってますから、これじゃダメなんですよね。最後潰れからどれぐらい頑張るかっていうことですね。これスクワットも最後まで追い込めば肥大しますからね。追い込まないと肥大は弱いですから。ただそれだけのことですかね。こっからですね。こっからどれぐらい追い込むかっていうことですけども、彼は追い込めてくるからすごく発達する可能性が強いですよね。これはね。 まあ体力もあるしですね、きつがらないとかいいですね、こ補助に入ったら本当きついんですけどもね、普段は1人でやってて、補助は、これ2回目なんですけども、補助を使ったトレーニングでこれだけきつがらないのに、私は驚いてしまいましたね、やっぱりスクワットに向いてるってことと、体力がありますよね、だから高校で野球やってたっていうから、今は野球部の子で筋トレが好きになる子はこんな風だからですね、やっぱりボディービルとかやっても足が太い子が増えるはずですよねねに偏見がないでですす、ね、スクワットに対してですね。 左の人はもう結構きつがるんですけども、それはそれでいいんですけどもね、えー、きつがることがいいのか悪いのか微妙ですけども、本当、スクワットに対する体力ですね、筋トレをできる体力っていうのはつくっていうのはスクワットが一番ですね。だから、こうやらなきゃ筋ひだりしないわけではないんですね。軽いので追い込んでも肥大するんですけども、やはりこの体力と気合は大事っていうことで,ですね。やっぱスクワット はあの大事かもしつべこんべいをわずスクワットっていうのはあるんですけどももちろんスクワットはやらないならやらないでいいんですよこういうふうにスクワット工事用スクワットを通じて筋トレするっていうのは方眼投げで筋肉がでかくなるようなもんですからねもしくは自転車のもがきででかくなるようなもんですからそれは偶然の産物ですからね。 筋トレの基本っていうのは意識して狙った筋肉を左させるのが筋トレの基本ですからですね。まあ、私が言う聞かせるトレーニングっていうのは基本である,あると言えば基本なんですけども、こういう風な理屈なしのもうとにかくやってやろうっていうトレーニングも絶対残りますよね。だから筋肥大しやすい人っていうのはこういうトレーニング向いてますからですね。つべこべ言わずスクワットっていうのもありですけども、スクワットをやらなくってレッグプレスで筋肥大させることはできますからね。意識したトレーニングで筋肥大させることはできますから。自重の 筋スクワットで足がでかくなる人はなりますから、ですね。そういう人がスクワットをやればもっと良くなるし、まあ、こうやらなければいけないっていうふうな筋トレの指導っていうのが一番の間違いであって、ですね、まあ、いろんなやり方がありますから、自分の生活環境と体力に応じたですね、トレーニング方法を考えていくのが一番ですから、まあ、その辺をご理解していただくために、こういう動画を見ていただくと本当嬉しいですね。まあ、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。